シリーチャンネル。どうも、下のシリーです。田中陽介です。どうも、最初は井上一です。田中翔です。第1回、論破王俺も大好き。タイトル通り今日は論破していこうかなと。なるほどなるほど。何に対して論破していくんですか。まあ今日は1対1になって、で残りの2人がまあ審判みたいな感じにして、でまあその審判とまあお題も決める。お化け信じる信じないみたいなのをもう適当に割り振って、うん、割り振りもじゃあ審判。そうですね。オッケーオッケー。5分ぐらいですかね。負けたなと思ったら参りましたって言ってもいいです。ああオッケーオッケー。投了あり投了ありです。オッケーオッケーオッケー。時間オーバーになったら判定にしますかね。はい、オッケーオッケーオッケー。早速やってみよう。はい、これは強敵だな。じゃあグッパーで組み合わせを、はい、決めましょうか。はい、いきます。はい、グッパーです。おお、なんか多いって。もうこの組み合わせ。なるほどね。今年はこれです。ショウさんなら勝てっかもしれないな。めっちゃ舐められてる。まあやったれ。じゃあ誰が最初に、どのペアが戦う。じゃこの間卓球僕らからやったから、じゃ今回は最初に、うちらからサオ対から。あ、オッケー。じゃあサオ VS サオで、はい、まあ、ディベートしていきます。はい、はい。じゃあお題を、はい、発表いたします。はい、こちらです。本日やっていただくテーマは、異性の親友ありかなしか。いいですね。いいお題だ。こちらをテーマに討論していきます。はい、いきます。甘噛みやめろ。これはどっちがどっちとかっていうのは、これの感覚で決めていい。あり、うん、なし。あ、まあまあ。なあ、むず。僕も同じく。俺は伊勢の親友ありで、俺はなしで。だいたい5分ぐらい。はい。では討論スタート。よろしくお願いします。挨拶から。じゃあまず僕からいいですか。あ、どうぞ。あの伊勢の親友なし派の人間なんですよ僕。はいはいはい。理由としてましては、あの仲良くなって友達から付き合うっていうのあるじゃないですか。まあ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 、それってもう結局友達から最終的に付き合っちゃったら、最初の友達っていうのは僕的にないと思うんです。最初からもう恋愛っていう形でスタートしてると思うんです。なのでなしっていうよりかはもうそもそも成立してないかなって僕は思います。あー、じゃあ女の子と仲良くなったら必ず付き合ってしまうということでいいですか。必ず付き合ってしまうではなく、付き合う人間もいるので。じゃあ付き合わない人間はどういうポジションですか。はい、友達じゃない。そうですね、僕の中ではあくまで友達っていうよりかは男女っていうちょっと分かれですかね。あー、なるほどですね。はい、僕はそこのことを親友と、はい、その限られた中、はい、その彼女にはならない、この限られた中の、はい、ほんの一部の女の子のことを親友だと思ってる場合もあります。場合もある。はい、弱い。逃げたでしょ。場合っていうのは、まあじゃあ基本的に僕の意見では間違いないってことでいいですか。男女と見てるけど、はい、まあ女友達は友達です。はい、その友達の中でも仲いい人を親友と呼んでいます。はいはい、でもこれっぽっちしかいないんですよ。ってことは大半がやっぱりこっちのないっていう方に当たるわけですよね。実際だって今言い方的には、はい、ちょっとそうです。そうですよね。そうですよね。そうです。ただなしではないっていう話です。はい。別にいてもいいんじゃないか。言っちゃダメとは僕言ってないんですよ。なしですよね。僕はなしですよ。言っちゃダメってことです。言っちゃダメっていうことじゃなくて、そもそも成立してないっていうことです。結果やっぱり、まあ、ワンチャンだったり恋愛に走ったりっていう風に結果男女ってそうなっちゃうんですよ。例えばお酒が入って、お酒でじゃあ潰れまいちゃいましたってなった後に、その後はそういうこともあるわけじゃないですか。ワンナイトしたらその人とは親友にはなれない。そうですね、やっぱお酒が入ることでその一線を越えちゃうってことは、もうそれは友達じゃなくなっちゃうかなって、まあ、友達っていうか親友じゃなくなっちゃうかなって感じじゃないですか。なるほどです。はい、なので僕はそもそもが成立しないからないかなっていう感じですね。
僕は親友がいるんです。はい。その人とはワンナイトもお酒を飲んでもしたことはないし、はい、ましてや体に触れたことすらちょっとぐらいあるけど、ちょっとピュッてぐらいはあるけど、はい、じゃあ好きにならないってことですか。好きにならないです。なぜならば、はい、ずっと長い年月一緒にいて何もなかったから、はい、もう付き合うこともなければ、はい、そういうセフレになることもない、はい、でしかも友達以上、はい、ってなるとその人はもう親友で、今僕は成立してるんで、はい、まあ、あるじゃないか。でも少数派ですよね。全員が親友ってなっちゃうと、はい、親友という価値が落ちてしまうので、はい、この言葉の意味の、ね、はい、価値が落ちてしまうので、そういう意味では確かに数は少ない、はい、でもありだと思います。今の発言で僕がやっぱ思うのは、そのいくら年月が長いから絶対にないって言い切ってるけど、なんでないと言い切れるのかが僕は分かんないんです。自分がそうだからって言ってるけど、もしかしたらだと向こうが恋に落ちて付き合ってくれっていうことを言ってくるかもしれないじゃないですか。それはあくまでもそれで、はい、それで僕まだ続いてるんで、はい、そうなった場合じゃ断るんですか。告白されたら、もし例えば、10年一緒にいる人から告白されました、うん、断りますか。それは断ったらただそのまま親友だけだし、はい、付き合ったら親友から彼女になるっていうだけで、はい、親友なのか彼女なのかどっちかっていうだけです、はい、だから親友はありです。僕はやっぱりそれを踏まえても結果何かしらがあってやっぱ男女っていう風になっちゃうので、そもそも親友っていうのは成立しないかなって思います。ありがとうございました。おー、なるほど。ちょっと参りました。なかったですね。出るかなと思ったんですけど、僕のポイントで言うと結構顔的にタジタジしてたのはユウさんかなけど止まらぬハヤタさんのこの貧乏ゆすりですよね。難しい問題ですよね。やっぱり実体験を交えてきたユウイチさんと、あくまで一般論で戦ってたハヤタさん。なるほど、なるほど。まあ、その一般論って物差しがそもそも自分の中の物差しですから論破されてます。ちなみに実体験っていうのはあくまでまだ経過中なので、未来は分からない。分かんないってことはじゃあそういうことじゃないかなって思う。あ、もう決まった。決まりました。おお、早っ。異性の親友、はいはい、ありかなしか、はい、こちらの討論で勝利したのは、二の前ゆうじさんです。やったマジかよ。まあどっちかで言われてる内容をこうなんか自分の中で噛み砕けたのはユウさんの方かな。なるほど。早田さんにはもうちょっとボキャブラリーを出してほしかった。一辺倒の攻めだったんで。まあそうです。成立してないって言われるとちょっともうそれで終わってしまうような気が。もうちょっといろんな角度から切り込んでてほしかった。というわけで決勝進出は二の前ゆうじさんです。はい。ご了承したらいけるかなと思って。見てこれ最弱王な可能性がある。それでは、はい、お題を発表します、はい、お題はこちらです。でん、 LINE の既読するありかなしか。はい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 。昨今ですね、はい、LINE を使わないということはもうこの日常生活ありえないわけです。はい、はいはい、そうです、ね、絶対に 100%、はい、まあ、はい、高齢者を除けば携帯を持っている人ほぼ 100% が LINE を使っています。この時代の中で既読スルーという行為ありますね。はい、儚くも悲しいこの行為ありますよね。はい、はい、皆さん一度はご経験があるはずです、はい、ありかなしか。それでは割り振りを、なし、なし、あり、はい、うわー、よい、スタート。よろしくお願いします。基本からね。まあ LINE の既読スルー、まあ、僕ありだと思うんですけど、はい、まあ、これ相手にもよるかなっていう、うん、先輩とか、まあ、親しい友達だったらちょっとまずいケースあるかもしれないですけど、全ての LINE がそうとは限らないじゃないですか、うん、やはり嫌な相手だったりとかちょっと嫌いなやつとか来た時に既読スルーって
もうその言葉いらずで、その行為だけでもう LINE してこないでくださいっていうブロックになるじゃないですか。ただもう LINE してこないでっていう文を送ってしまうとちょっと攻撃的ですよね。はい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 。それこそ相手を傷つけてしまうかもしれないけど、まあ既読スルーということをするだけで相手にあもう LINE してこないでっていう意味かなみたいにこう察してもらえるじゃないですか。という意味ではスルーってありかなと。僕の場合は既読スルー自体が攻撃だと思うんですよね。なるほど。僕も場合によりますよ。スタンプの既読無視はまだ許されると思うんですけど、文章で来たものに対して何も返さないっていうのはちょっとさすがに失礼かな。おはようって口で言ったらおはようって返しますよ、うん、いや明日はどこどこ集合で了解ですって返しますよ。文言を投げかけられてるのに無言でいるってのはちょっと失礼なんじゃないかなって僕は思います。場合によりますよね。うちは聞くない審判だ。まだ時間はありますよね。例えばそれで既読スルーして頼み事をやってなかったりとかするんだったらそれはまた別問題じゃないですか。じゃあなしじゃないですか。でも見てるから。見てるかどうかは既読ってもうパッて開いただけでもう既読ついちゃうじゃないですか。だからもうパッと見て見てない可能性あるじゃないですか。例えばこっちは長文送ってるのにパッて見ただけで見えるわけないじゃないですか。そしたら見ましたぐらいの一文は返してもいいじゃないですか。でも既読スルーしてくるようなやつにそもそもそんな長文って送らないですよね。しますか。こっちは既読スルーするやつって思ってないですよ。LINE って文章を送るもんじゃないですか、うん、それでね送ってこないなんてマナー違反もマナー違反。マナー違反よくないな。参りました。だって僕もなし派ですもん。違えば俺逆にあり派なんだよ。しちゃうしちゃう既読スルーするよ。じゃあそうだから俺は逆にしちゃう。なるほどね。本当はじゃあなんで既読スルーありなんですか。だって読んでるし。おい言ってること全然違うな。僕だって返さないで失礼だと思う。文章的にもうこれ終わりかなぐらいなやつはありだと思うんですけど、なんか思いっきり会話の途中なのに来てくるのは腹立ちますね。例えばなんか眠くて寝ちゃってたりとか、既読はつけたけどあんまりない。あ出た出た出た。その時は一番ありえないでしょ。一番ありえないな。お互いそういう思考だと読んでの俺はあえて逆をさせました。入りが悪い。ちょっと戦えなかったっす。V やった戦えなかったっす。いやでもこれ決勝出たからな。じゃあ決勝戦のお題を発表します。はい、はい、バン。宇宙人は存在するしない。存在するするしない。オッケーですか。よろしくお願いします。まず宇宙人はですね、まあ、動画見てる皆さんも見たことある人なんていませんよね。そんなニュースとか記事とかまずそもそももう情報はもうないです。まずもういません。早めのパス。いやもういないっておっしゃってますけど、まだ人間がその宇宙をどれぐらい解明できてるかって 1% も言ってないと思うんですよ、うん、それで一概にいないって決めつけるのはやっぱり違うんじゃないかな、うん、僕は信じてますよ。宇宙人はいるって、まあ、僕も宇宙人田中太郎は信じてますよ。ただ本物の宇宙人はいないんじゃないかなってやっぱ思う。想像上のものだって。あくまでも想像上のもの。キメラ見たことあります。ユニコーン見たことあります。ネッシーあります。ないですよね。そうですね。もうほぼ限りなく近いものだと思うんですよ。もうなんかその当てはめるとするのならば妄言でしかないと思う。いたらいたで別にいいよ。別にいてももうよしよしする。
宇宙人いたらいたらよしです今現在発見されてないし、もしかしたら宇宙の解明が進んで発見されるかもしれないけど、それはもう待ちです。おっと待ちです。じゃあちょっと考え方を変えまして、はい、宇宙人はもう僕らのことを見つけてるんですよ。実はもう僕らのことを見つけてて、僕らは宇宙人にもう観察されてるんです。僕らは虫かごの中の虫。宇宙人はもう自分らの存在を悟らせないように、もう僕らに洗脳をかけてるわけですよ。そうそう。こういう考え方もあるんだからね。日ちゃんとかで例えば大昔の建造物で、その時代にはありえない技術で作られた建造物があったりとか、到底今の科学では証明できないものがあったりとか、うん、そういうのもやはり宇宙人が来て作っていったっていう説もあるじゃないですか。でもそれに関しては、まあ、文明は一度滅んでもう一回栄えてるので、その文明が今の俺らよりも頭良かっただけっていう話で、そこはその文明がもう進みすぎてて、もうとっくに宇宙なんか楽勝に行けちゃって、例えば火星に住んでたらそれは宇宙人ですか？え、もう一回言ってください。その滅んだ文明の人たちは、はい、地球はダメだって言って、うんうん、宇宙にバーンって住んで火星に移り住みました、うん、はい、それは宇宙人ってなります。ポーンっていける技術があるかどうかは別ですから、ね、その火星にポーンっていく技術。いやでも高度な文明を持ってる人たちだったら、うん、宇宙なんか、じゃあワンチャン火星行ったとしてってこと？そうです。その人たちは宇宙人と呼べれば、はい、現現宇宙人、元地球人、元地球人地球生まれ火星育ち。だから要は元は地球人だから宇宙人ではない。あ、なるほどなるほど。あくまでも地球からお引っ越ししただけで、それは、はい、その例えはない。だから宇宙人ではないです。じゃあ宇宙って、銀河系がもう何個も何個もあるって言われてるじゃないですか。僕らはもうこの銀河系にある地球っていう星の地球人ですけれども、他の銀河系に全く地球と同じような星があって、そこにもう僕らと同じような人間がいて、その人たちは宇宙人ですか？そこで生まれたのなら宇宙人ですよね。宇宙人です。生まれたんなら宇宙人ですよね。確認してます？確認は残念ながらできないですよ。今の人間の科学が、これから科学が進んでいったらそういうのが分かってくるかもしれないじゃないですか。まあ住めないんだよね基本、他の星には生物。宇宙人は住めるかもしれないじゃないですか。例えば僕らは呼吸器官を使って酸素を吸って生活できますけど。宇宙人たちはもう逆に地球じゃ住めない、宇宙環境でしか存在できない、うん、存在かもしれない。あと一つで、そういう人たちは宇宙人なんです。まあ今確認できませんけどね。ああ確認できないけどね。確認できませんけどね、うん、だから人間の科学って言うほど進歩しないんですよ、うん、ただ一概にいないって決めつけるのは違うんじゃないかなって思うわけです。最後何かゆうちさん聞かれば。参りました。おお決めたか。ゴールしたわ。最後の方で自分で何言ってるの。なんなら翔さん言うかなと思う。参りました言うかなと思った。途中なんか俺は参りました待ちだった。ソースワンのパンチラインが強すぎた。あれで来るかなと思って。フリースタイルやってたよ。クリスタル。粘り強さに負けました。危なかった。じゃあもともと今回も優勝は、ああそうだ、翔さんありがとうございます。急に。おめでとうございます。ポテンシャルを見せつけてしまってます。じゃあ以上、シャルムシェルでした。ありがとうございました。今日も動画を見てくれてありがとう。うん、キュンです。SNS は概要欄からよろしく。チャンネル登録と高評価もよろしく。バイバイ。バイバイ。この世